はい、じゃあそれじゃあいきます、はい、伊藤環奈選手、はい、現在ポイントランキング5位ということで、はい、前半は1アンダーで2位タイになってます、はい、このままいくとアメリカの決勝戦の出場権獲得できるんですが、どうでしょうか。そうですね、ちょっと浮かれずに後半まず一つ一つをちょっと大事にゴルフしていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。前半お疲れ様でした。ありがとうございます。笹原由美選手、はい、現在、フューチャーストーナメントポイントランキング第3位ということで、今日の出だしボギーボギーダボでどうなることかと思いましたが、その後3つバーディーを取って1オーバーまで戻してきました。はい、後半の抱負をお願いします。そうですね、後半も前半と同じく一打一打最善を尽くせるように頑張りたいと思います。はい、超優等生的な答えだね。もうそれしかないんでゴルフは。わ、はい、かりました、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。有本可憐選手です。現在フューチャーズゴルフ、ポイントランキング第6位ですが、ちょっと前半打ってしまいましたが、後半なんとかしてください。アメリカに行くために。はい、はい、確かに言えない。頑張ります。後半の抱負は。後半はアンダーで回れたらいいなと思います。はい、いいなじゃなくて必ず回ってください。はい、頑張ってください。はい、伊藤環奈選手、10番、お願いします。10番ホールティーショットです。おー、ナイスショット。ありがとうございます。フェアウェイ左、ナイスショットです。お願いします。お願いします。さあ、笹原由美選手、右に出ましたが、お願いします。バウンドが良ければフェアウェイに戻ってきます。ハンバーグ、有本可憐選手、後半の爆発が必要です。ちょっとドローがかかりすぎだったような気がしますが、フェアウェイ左にナイスショットです。有本選手、残り190ヤード5番ウッドです。まっすぐピンの左に向かって、ナイスオン、190ヤードナイスオンです。さあ、伊藤環奈選手、約175ヤード ピンの右に向かって飛んでいってます。グリーン、ナイスオン。笹原選手も約180ヤード弱。ちょっと引っ掛け気味、左にショートです。さあ、笹原選手、左に引っ掛けてしまいましたが、パーセーブなるか。はい、あ、ナイス。お、入っちゃう。ナイス。おー、ナイスショー。ナイスアプローチ。伊藤環奈選手、1アンダー2位タイ。下りのフックライン読み切れるか、読み切れるか。ナイスパーでした。有本可憐選手、伊藤選手のパットの軌道は見ていたので、これを入れて後半爆発してほしいです。さあ、どうか。まあ、というよりも曲がりませんでした。笹原選手、大事なパーパットです。おお、ナイスアップアンダウン、ナイスセーブ。160ヤード池越え、少々打ち下ろし。ピン右、グリーン右、オンしております。
ピン左ちょっとドローが上がりすぎてピン左ラフです。約15ヤードでしょうか。うまくドローがかかってちょっとかかりすぎてるか、左グリーン左エッジです。さあ笹原選手2ホール続けてグリーンを外してしまいましたが、約15ヤードの、アプローチショットになりますが、スライスラインの下りなので落としどころが難しいところです。ちょっとダブってしまいました。ここは必ず寄せて少なくともボギーで上がりたいところです。ナイスアプローチでした。張本選手グリーンエッジからのパットです。下りのスライスライン、ちょっと伸ばしてしまいました。問題距離です。伊藤環奈選手下りのフックライン、かなりフックすると思いますが読み切れるか。やっぱりフック加減読み切れなかった。下りが怖くて打てませんでした。ナイスパー、ナイスパット、ナイスパー、ナイスパー。白鵬ゴルフクラブシグネチャーホールといってもいい短い329ヤード、1打目をどこに持ってくるか。先に行けば行くほどフェアウェイは狭くなっております。ウッドでしょうか、5番とか3番と。ドローがかく綺麗にかかってナイスショット、フェアウェイキープです。張本選手も3番か5番、もう綺麗にドローがかかってフェアウェイと真ん中です。ナイスショット7番、7番ウッドだそうです。お、笹原選手ドライバーを持っております。うん、ナイスショット、ど真ん中。さあ上り145ヤード上っています。グリーンは受けています。うん、ちょっと引っ掛け気味、左バンカー。さあ伊藤環奈選手残り140ヤード上り、グリーンは受けているのでピン狙っていきます。お、ピンの左に向かってナイスショットです。ナイスショット、うわちょっと大きかったようです。さあ笹原選手ドライバーを使って飛ばしてきました。これ約100ヤード、ピン左、距離は左から右にバウンスしてますが下についております。ナイスオン。張本選手第3打目です。綺麗に上がって、ナイスアプローチ、ナイスバンカーショット。さあ伊藤環奈選手約8メートル下りのスライスライン、 40% から 50% でです。かなり傾斜しています。打ち切れるか、打ち切れるか、怖くて打
ち切れませんでした。かなりの傾斜です。ちょっと打ち切れませんでした。張本選手ナイスバンカーショットでしたが、下りの難しいショートパットが残っています。ナイスパワー。選手も短いパットではありますが、上からなので慎重さが必要です。ナイスパット。